それから体の方はですね、これは詳細にデータがありまして、肝臓の状態とかね、血液中の老廃物の状態が時間によってどうなるかっていうのがずっとありましてね。それを見ますと、やっぱ立ってる間は、立つとですね、やはりどうしても心臓の負担も大きいし、いろいろ大きいんですね。寝てる間も消化なんかはするんですね。ですから消化のエネルギーは使うし、もちろん血液は流れてるんで、血液を流すエネルギーなんか必要なんですが、いずれにしても静かに寝てれば、つまり安静にしていればね、そこで肝臓が回復してくるんですね。それがだいたい4時間半なんですね。4時間半以上経つともう血液の中の状態とか肝臓の状態は、前の日の朝の状態まで戻るんですね。それから世の中にショートスリーパーっていう眠りの短い人がいますね。有名な歴史的な人ではナポレオンで、まあ3時間しか4時間しか寝なかった。よくありますね。ショートスリーパーっていう人は実はすごく少なくて 1% 以下のようなんですけども、いずれにしてもそういう人もいる。それからもう一つはこの図にちょっと書きましたけれども、この、こうなんかお椀みたいな図が危険度を示して、7時間の睡眠が一番危険が少ないんですね。で4時間とか10時間とか、時間が短い場合も、長い場合も、病気になったり死んだりする可能性が高いんですね。これはアメリカではだいたい100万人の研究データがありました。日本では名古屋大学関係の先生が非常に詳しく調べられてて、これが10万人ぐらいのデータがありましてね。まあ、かなり精密なデータがありまして、男女差なんかも分かっております。で、これを見て僕はですね、7時間が一番睡眠としてはいいんだなと。あんまり短くなって4時間ぐらいになると一般的には悪くなるんだなと。それから寝すぎの時にも悪くなるんだなってことで、この寝すぎた場合どうして悪いかってことは別途調べました。やはり人間は寝てるという状態は無防備でありますので、抵抗力が少し下がってるっていうこともありましてね。それからまあこれは割合と大規模な調査が2個ありましてね。睡眠時間が長いっていう人が、短命とか病気しがちであるということに対しておかしいという反論があったために、2回か3回か繰り返しやってるんですね。それでその中には、若干病気がちの人は、もう病気の人も含めて全部除くと、統計から。そういうことをやってるんですけど、やっぱり長時間寝る人は短命だったんですね。今では長時間寝るってことはあまりいいことではないと。これは後に運動と健康ってことをついてちょっとお話しますけども、これも考えたんですね。で結局最後の結論は、どうも人間っていうのは2時間半記憶を失ってる状態で、4時間半横になってる状態であればいいと。それからショートスリーパーってのはそれを重ねられる人で、体を休めながら頭も同時で休めれば4時間半でいいと。だけど多くの人は体が休めるのと頭が休めるのとちょっと違うと。つまり、頭が休まってる間っていうのは体ちょっと動いてたりするんですね。それもありまして、7時間、2時間半プラス4時間半7時間ということが一番いいということになってるってことが分かりましてね。それで私どうしたかって次に、ちょっとめんどくさいんですが、物語を一晩中つけながら寝たんですね。これをずっと1ヶ月ぐらいやりました。そして、物語の中で覚えてる箇所と覚えてない箇所を書き出して、それぞれ何時間ぐらいかっていうのを調べました。自分の場合ですね。そうするとですね、一晩中寝れないと思った時でも、3時間分ぐらいは覚えてないんですよ。っていうことはその時寝てるんですね。ただ自分では寝てるっていう感覚がなくて、一晩中起きてたような気がするんですけど、それは当然で、意識のない時は覚えてないっていうだけのことなんですよ。だから2時間起きてて、1時間眠ってしまうと。で、1時間経って起きたら、眠る時と起きた時をつなげてますからね。だから全然一睡もしてないように思ってるんですけど、実は3時間寝てると。そういうことが分かりまして。それ以降はこのヒパリクラブでも1回か2回言ったんですけども、私は今でも寝る時のためのある程度興味があるけど、それほどそこにこうなんか執着しないようなことを毎日、毎日ですよ。音を流しておりました。それで体だけ必ず横になる。最低でも7時間。多ければ9時間。このくらいは横になってる。で、そのうち2時間半は必ず意識が失ってる。それから体の疲れは大体自分で分かりますからね。それで生活してもう30年になりますが、全く今はもう寝るのが楽しみと。昔はもう寝るのが苦しみだったんですけど、今は寝るのが楽しみというふうになりました。これもですね、実は自分の人生が自分じゃなかったんですよ。こういうふうに寝なきゃいけない。寝るのは大切だ。
十分な睡眠とかなんか言われましてね、それで囚われてただけなんですね。ですから、本当に人間っていうのは、自分は自分じゃないんですね。本当にこう、睡眠でもそう思いました。で、この4時間、7時間、10時間っていう時間と健康の関係の知識はですね、その後もいろんな面で役に立ちました。それが42、3歳ぐらいですね、それが実施始めたのは50歳からですが、大変にその後の私の人生は、睡眠という恐怖心から解かれたということで、とても快適な人生になりました。人それぞれだと思いますが、2時間半の頭の睡眠と4時間半の体の休憩、これをどう組み合わせていくかということは万人に役に立つんじゃないかと思います。